どうも、今回はね、ヤドランやっていきますか。ヤドランね、結構力のハチマキとね、相性いっぽいからね、今回は攻撃速度特化ヤドランでやっていきたいね。持ち物は、てかドラパルトのこの、あのスキンダサ。スポーツスタイルだっけなんか、どのキャラもスポーツスタイルって結構ダサいよね、割となんか、そんな感じある。持ち物は、力のハチマキに連打スカーフに、まあ、あとは、気合のハチマキっていう感じで、ね、最低限の、まあ、硬さもしっかり確保しておいてって感じかな。そんな感じでやってきてね。まあ、序盤の野生狩り速度もね、結構困ったりはしないからね。だって結構早いからね。はい、取れない。もうしゃあないな、こればっかりだな。撤退って言ってる。自分に撤退って言ってるのかな、あれ。そんな感じあるよね。野生狩りめっちゃ早い。これ便利だな。めっちゃ便利これ。スピード吐いて、で任せろ、これは任せろ俺に。もうちょっと早く見てあげればよかったけど、まあ一時交換だしな。許して許してくれ。もっと見てあげてればすごい良かったんだけどさ。はい、ちゃんと調整しますよと。でネットも使えるからね。ネットも使えるじゃねえ今回ネットで行く俺は。はい、当たってるね、アブソルにね。結構がそれまずいんじゃない、大丈夫それ。それまずいと思うよ、結構。そうだよ、まずいよ。やばすぎやばすぎやばすぎ。回復できてるけどまあもう悔いはないね。こればっかはもうしゃあないね。じゃあ効果が行くって言ってんなら、まあやっぱ一緒に行ってあげるのがベストでしょ。でもまあ普通に引けばよかったな。引けばよかった。うん、ちょっと上連も下連もめちゃくちゃ得られまくってる。そうだね、ちゃんと引かなきゃな、マジで。あとはギルガルドを育たせてあげたりとかするような感じで行くのが多分ベストだから、まあいいや、買っとこう。まあ、結局ね、レッグザ戦で、俺が壁になって、しっかりと活躍とかしてあげたい感じも、あるからな。上レーンがやべえ。月光下の経験値食われてんのかな。はい、ネット入って。いいよ、悪くない。あとちょっとそれ。いや、じゃこっちでシフトしてみてもいい。全然いい、全然いい、全然いい。全然いいよ。なんか一緒に攻める雰囲気ある。いや、雰囲気あるね。オッケーオッケー。雰囲気あるんだったらネットを吹きかけるよ。いいよ。ネット意外といい火力出るんだよな。割といい火力出る。さあ、ネット吹きかけて。いいよ。悪くない、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 悪くない。ナイス。背中だけ向けんのよ、背中だけ。オッケーオッケー。いい火力なんだけど、ちょっと火力が足りんのよな。撤退、来た。ネット、よし、いいぞ。ド忘れでいくね。ド忘れで、自分の国防を上げながらっていう感じでやっていきたい。いや、カバー欲しいね。そう、ドラパルトの言う通り、どうするって、ま。めっちゃカバー欲しい。いや、これ勝てそう、ワンチャン。いや、ちょっと、いや、惜しい。でも、いい感じ。結構いい感じ。惜しすぎる。いや、これ、月光下とかのカバーがめっちゃ欲しいけど、ちょっと見込めないからね。ただ、結構攻撃速度ヤドランが、割と強いっつうのは、使用感いいっつうのは、それだけは分かった。結構火力出そう。で、メダルは赤メダルだね。で、攻撃速度少しでも早い段階でフルマックスまで持っていけるようにしとくっていう、そんな感じでやっていく。まあ、これはギルガルと一緒に、まあ、撤退でもいいんだけど、アブソル釣って、で、そう、アブソル釣ってからの方が結構いいと思う。スピードアップか。あー、行くしかねえな、これも。行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう。これ、ネットをね、どんだけ当てれるかで、だいぶ変わってるからさ。そう。マジか。終わったな。まあでも、レジリキを送り込まれないだけでもマシなんだけどさ。そうやな。そのままちょっと、一緒に動くか。そう、一緒に。やべえな、下レン。いや、下レンやべえんだけどさ。いや、間に合うかな、間に合うかな、間に合ったっぽいね。いや、まだ攻めてきてくれる。いや、今回マジきついんだよな、なんかな。すげえきつい。めっちゃきつい、ぶっちゃけ。レベル上げしよっか。いや、ありがとう、助かる。助かる、助かる、助かる。めっちゃ助かった。これで一人持ってければでかいかな。あ、待て。こいつ持ってこうぜ。捕まえた。うわ、マジか。俺一人、これ。マジか、最悪すぎ。はい。
うわ、ハピナスのユナイトか、そこで。きつ。ちょ、熱湯で、生キルも使って。いや、いい硬さ、いい硬さ、めちゃくちゃ硬い。いいよ。熱湯吐いて、ちゃんとね、あれしなきゃいけないからね、やっぱりね。オッケー、ナイスナイスナイス。いいよ、いい起点作れた。さあ。これちょっともうガンガン行った方がいいな。本当は上レーン寄りたいけど、この熱を逃すな、熱を。一番熱いところで、これね、ダメなんすわ。愛しさやも言ってた。熱さを感じろって。ここで選手交代とかいう、冷めたことはすんな、みたいな。言ってたからね、伸ばせって回復して。いいよ。ネット吹きかけていくんだけど。ガルド下がっちゃったかなってから、めっちゃ回復してる、なんか。めっちゃ回復してる。ネット吹きかけて。いいよ。ネットをちゃんと吹きかけれるとね、あれなんよな。火力下げれるから、相手の。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。素晴らしい。31決めるぞ。ナイス。いいね。ギリガルドよ。この熱を逃すな。いや、いい。めっちゃいい。今回結構いい感じのヤドランを割と使えてる気がするよ。ドワスレ自分固くできるからね。自分のステータス固くできるから、3秒間ぐらいだったから。結構長い間でできるから、割といいんだよね。殴り合いに強くなれるんだ。今回はだから、殴り合いもできるような感じで、ちょっと組んできてるみたいな感じは、あるよね。で、ちょっとマップもちゃんと見といて、で、捕まえたいんだよね、月光語りを。月光語り捕まえるのもいいんだけど、ちょっと引きながら、捕まえた、いいよ。やれ、ドラパルト。そう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 。ナイス、いいね。ちゃんとさ、こう味方のところでやるっていうのが大事だよな。まあ本当はド忘れとかもアップグレードできたらめっちゃいいんだけど。いや、これね、いいよ。戦いできそうな気がしてきた。はい、熱湯で。やっといて。どんどん行く。いや、でもこれはちょっと撤退した方がいい気はするけどな。一応、だって3分でしょ、今。うん、ちょっと引いた方が良さそう、これ。撤退しよう、撤退。これだけ買ってね。で、レベルアップしよう。ナイス、いいよ。助かる、助かる、助かる。確か学習装置はね、味方に経験値もめちゃくちゃ入るっぽいから。助かるね。いや、13レベル行きてえな。熱湯割と、進撃メガネとかつまんくても、割と火力出るのいいね。そう、で、ド忘れね、どっちもアップグレードできたら、もらっちゃおう、もう。はい？どうしよっかな、そこの大きいやつ枯れたらでかいんだけど、ちょっと経験値が欲しいけど、真ん中行くか。13、てか、結構レベル高いな、俺な。割と、あ、これ欲しい。これちょっと譲ってくんねえかな。ラストヒットを譲ってくれたらなんかこう一緒のおすわけ経験値どっちも13レベルになるみたいなとこないかなとか思ったんだけど。飛んでくるぞピカチュウ。来た来た1名様ご来店でーすいいね。ゆかりどこ、よく捕まえた、はい捕まえた、やれやれ、お前らぶち殺せそいつを。ナイス、いいよ。で、ネットを引きかけて俺前出るわ。ここでちょっと俺狙って、みんな俺狙って、いいよ。ナイス、いいね。ナイス、いいよ。あとガンガン殴るぞ。いいぞ。殴れ、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 殴れ。取り切れ。で、こっからの俺結構硬いよ。ドワセルでどっちとも上がるからね。防御も特防も。で、最後しっかりと熱湯で取っていきますよと。いや、いいね。ヤドラン結構いい感じだわ。あと今回ドラパルトがね、ドワセル吐いて。いや、硬くなれたけど、ちょっと厳しいかもね。やばい、それは。さすがに超火力組3人に投げられたら、死んじゃうね。どうしようもないね。まあ、勝ってるんだろうけど。いや、まさかの3人こっち飛んでくるか。びっくりした。さあ、あとは、そうだね。ちょっと撤退したいけどな。そうだね。月光型がもう15は別に決めん、15決めるよりも、守った方がいい気はするんだけどな。どっち飛ぶ？どっち飛ぶ？どっち飛ぶ？ナイス。そっち飛ぶんだったら俺、こっちの処理行くわ。はい。ネット吹きかけて。あ、いい火力！やばすぎ！あとはドラパルトが、ちょっとやられそうで不安だから。いや、ナイス！ようやった。
よし、私らのサポート行くぞ。はい、こんにちは。いいね。なんか割と火力出るんだよな。結構火力出る。あとは殴り切ってしっかり。はい、捕まえたいいね。ヤドラン結構いい、使いやすいね。なんか意外と火力出てめっちゃいい。あと攻撃速度を上げとくと、序盤のヤドランのね、野生狩りの速度の遅さとかをカバーできるっつうのも結構使いやすくなってるポイントあるよね。ナイス。さあ頑張って継続火力出していきますか。継戦能力の鬼になろうぜ。さっきの試合中央レーンとかよりもダメージ出たからね、素晴らしいね。やっぱ通常攻撃、なんか通常攻撃が優秀なモンスターってやっぱさいいよね。私らがもそうだけどね、なんかサポートとかタンクとかとは思えない火力が、思わぬ火力が出せたりするから、結構それはね気持ちいいんだよな。てか思ったけど、なんかレンジナイパーが割と最近、はい、ミスった、最悪。ダメージ感覚がちょっとバグってた、よくねえな。なんかね、レンジナイパー割となんかお水鉄砲使いにくい、これ。なんでため攻撃にしちゃったのこれ。ほんと使いにくいんだけど、俺。ねえ。困っちゃうよ、俺。全部負けちゃう。奴らに。はい。はい。はい。いや、取れる気せん。取れる気しねえ。待って、水鉄砲。ね、水鉄砲めっちゃちょっと使いづらい。マジで。ほんとに。文句が出ちゃう、これ。ほんとに。なんなん、これ。誰考えたの？最初からネットを使わして。さあ、あとはしっかり、いや、すごい、最初から隠れといていろいろやるのが一番ベストな感じはあるよね。多分引っ張れてないからダメだった。何の成果も得られませんでした。いや、得られたわ。さあネットをかけて、いいよ。やけど状態にすればね、火力ちょっと抑えめにできるから、火力をちょっと控えめにできるから、ちゃんと控えめにしておくっていうのは結構大事だよね。はい、いいね。先に目標を持っていきたい感はすげえあるけどな。くっ、マジか。先こちょっとこっち欲しいけどな。ちょっとっちゃわないでしょあれ。これはちょっともらっても良さそう。もらってもいいってか、あの敵が来る可能性があるからちょっと嫌だね。それはちょっと嫌なんだよね。取れた、ナイス。取れたけど、ネット。よし、移動速度す。いやー、相手のさ、バリアードがめっちゃいい動きしてる、マジで。ほんとに。割ったゴール、ナイス。マリルリもいる。こっち。よし、ナイス。いいね。ネットかけて、寄ってきてるな、めっちゃ。多分いる。結構いるはず。さ、マリルリはあれ、かもれるから、いいんだけど。任せた、マリルリは。で、こいつは、ネットかけて、いろいろできるね。そう、なんかここ数日間レンジナイパー結構見かけたね。結構割と見かけたね。なんなんこれ。さあ、あんまり前出すぎないようにね。はい、ちょ、回復する。ちょ俺が殴りたいの、あのジュナイパー君、君なんだ。飛ばせる、打って、ちょ、回復しながらだね。なんかこう上レーンのレジェレキを取り切ってもらっていきたいけどな。あー、やばい。今回でももう下ずっといても良さそうな気がする。そのままね。ここが熱い気がするから。はい、いいね。相手の攻めをストップさせるみたいなね。一旦ね。上割れてんだったら上のやつ取り切れそうだけどな。下は、殴ってるな、下。アマジョ来てほしい。マリウリ帰った。オッケー。これで、いや、いいね。結構あれキラーかも。あの、なんだっけ。ハッサムキラーかも、ヤドラン。熱湯でさ、火傷にできればさ、割といい感じにあいつの火力をさ、そげるんだよね。それはめっちゃ最高だから、ナイス。で、あとは任せていい、あれ。あとは任せる。で、レジェリティを取り切らないと。いやー、取れねー。もうやだ。もう放置したい、これもう。放置だもん、俺。
レジロックおとなしくして頼むから、頼むからおとなしくして。これ待って、飛ばせるって、危ね。レジロック強くね。レジロック強え。もういい、ダリダリももう狩らん。俺も大変だわ狩るの。野生狩りでもしよう。ちょっとレベル上げしよう。本当にさ、ゴール守ったりするのはいいんだけどさ、レベルがちょっと足りないとさ、ちょっとしんどいよな。味方のレベルがすげえ高くなってるから別に構えないんだけども、人数的にちょっと厳しいな。よ、倒してる。もしかしてやれた？ただアブソルがいるから。いやね、いい熱湯それ。どうするって、回復していいよ。はい、先打ちネットで、はい、捕まえたー。やれ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 、激凛で潰せ潰せ潰せ、ナイスよ。あとは35エナジーちょっと決めさせてもらいやすか。ナイス、いいね。ネットが、ま、あ、間に合った。はい、俺はレジロックにやられただけだけども、まあ相手の心が折れて勝利と。いや今回なんか集団戦がめっちゃいい感じになってたもんな。それはあったね。ナイス。味方にとんでもない名前のやついるんだけど、いいね。デカマーラ、素晴らしい。やっぱね、器の大きな男になるぞっていう、そういう願いがきっと込められてるんだろうね、きっとね。いいよ、素晴らしい。なってくれ、お前は高みを目指して大きい男になってくれ。そういうことだよな、何がとは言わんけど。さあてかくデカマーラと今回一緒のレーンじゃん。ナイス、取れた？多分取れてるね。ヒューコンの経験値が入ったから、先にあいつを潰すわ。でキューコンだったら先に4レベル鳴らしてあげても全然。てかこれさ、キューコンがちゃんと取れてるからさ、ラストヒット、俺、いや、ラストヒットもうちょっと近くで取ってあげたかったな。そしたらめっちゃいい感じで、あ、ミスった。ミス、食べれなかった。食べれんかった。まあでも多分ここ一緒に買ったらなれるよね。ちょ、お裾分け経験、待って、なんか来てる。あはは、キューコーン。そう、キューコン、多分これ一緒にキューコンで買ったらさ、やばすぎる、硬い硬い、どうするって。いいよ、はい、耐えれる、俺なら耐えれる。さあこっからネットを引っ掛けて、いいよ。いや、さすがヤドランだな、やつの攻撃耐えながら回復かましていけるのは素晴らしいよ。ナイス、4レベ。これダメージ食らっちゃうから離れた方がいいかな。来るぞ来るぞ、きっときっといる。そうだよな。いやー、はい、回復していいよ。で熱湯でこれも回復していきますよと。ちょっとねー、熱湯、てか怠けるだ俺、まだ硬い、ヤドラン硬い、硬いけどさ、ネット、いいよ、いいネット。コンボ食らったら死ぬ。いや厳しい厳しい、強い、マジで。だいぶでも耐えてはいるんだけどさ、うわー、すげえ厳しいこれ。どうしよっか、集合って言ってるけどどこに集合か分かんねえんだよな。相手は足止めめっちゃしてたよ、足止め俺めっちゃしてたよ正直。注目誰に、それ進化できそう、いやできなさそうだな。これ上レーン行くわ、そのまま。待って、それやばい、いやあいつは無視でいい。経験値をさ敵に上げないプレイでやっぱ行きたいよね。そうそうそう、でドバスレ覚えないと、ドバスレ覚えてガンガン行こう。ネットを引っ掛けるわ別に。さあ引き寄せて、ワンチャン勝てるこれ。いやでもなんかね、なんかやられたわ。いや厳しいねこれね、どうしよっかね。
とりあえず月光下とかにも鳴らしてあげないと厳しいんだよ。でもこういう時ってもう正直もうどうし頑張っても無理なことが多いから、レック座戦までおとなしくレベル上げしとくっていうのが一番いい。マジでそれはあるんだよな。おとなしくレベル上げするっていうね、大事だよ。自分がエゴイストになるとそういうことなんすわ。エゴイストになっていかないとね、やっぱね、エゴイストにね。でこういうのも敵に負けてる時って敵がガンガン攻め込んでくるからさ、ちょっと気使って残しとくとさ、狩られるんよね。特に今回は結構いるしね。ナイス、それ最高。スピード入って向かうわ。あ、俺に入ってくれんだ。はい、熱湯で動き遅くしていいよ。あとは先処理でいいかな。先で自力処らないと結構大変だから。いやこれね、野生狩りじゃなくてすげえ熱い展開になってるから一緒に攻めた方が多分いいわ。ナイスナイス、ちょっとガンガン行こう。ネット、いや惜しい。あれ、とりあえずヤドランをしばこ。俺が前出て、ドアセレも OK、しっかりと。いやー厳しいかー。ちょっと死んでもいいからエースバーンにちょっとね、殴ってもらいたかなったけど、ワンチャンいけた気がする。ワンチャンね。ロードリを止めるか。いやいいや、レベル上げしようね。ちょっとね、判断がね、ドードリオ来そう。これドードリオさ、たださ、はい止めたー。はい、格殺。もう自分のために吐こう。これも自分のために吐くわ。はい、熱湯吹きかけていいよ、悪くない。ドバスレもちゃんと打ってね、回復して熱湯で、はい、ぶっ潰すと。いいよ、こういうこと。行くぞみんなで、熱を逃すな。今一番熱いから、今が最高のユナイトだな。それドバスレって硬くなっていいよ。先ドバスレ、まあ後ドバスレもってかでもいい気もするんだけど、だるいなそれな。これ通しちゃうんよな、こいつをな。ネットを吹きかけておいて、ナイス波乗りでかい。でこれは俺が狙われてあげたいんだよね。前出てあげてさ、ネットを吐いて俺がタンクになってあげたいんだけどさ、ちょっと厳しいな。引きます、引きます、引きます。レベル上げする、上げるわ。ちょレック座戦の経験値が足りんくなるんよな、あんまりその無駄な戦闘をしすぎると。今から上連行くのもちょっと時間かかっちゃいそうだから、もう買ってからでいいかなっていうのもあるね。ゴール、敵ゴール残ってるからちょっと厳しそう。レジェレキ KO すんの厳しそうだからさ、相手ゴールが残ってて敵がめっちゃ多いから、もうちょっと守りに専念した方がワンチャンありそうなんだよな。よし、でラストユナイト吐けそうだな。あいつ止めたい。これきた、いいいいいね。結構かでもよかったかな、止めんの。まあまあいいや、いやいや、ゼラワラ残しとくとマジろくなことだな。マジで痛い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 、強いそれ。てかゼラワラじゃなかったな、なんだっけあれ、ダークライじゃない、ゾロアークだ。ゾロアーク残しとくとめんどくせえわ、なんか一瞬寝かられる。月光がもう残しとくと嫌っちゃ嫌なんだけどさ、ゾロアークはもう壊滅するからさ、後ろのヤバいやつらが。レジェリキの処理できそう、それ多分できる気がするから。で下レーンのヤドランはちょっと止めれんかったな、まあ、しゃあないね。敵のが有利すぎるから今ガンガンやっぱ攻め込んでこれちゃうよね。いやこれもあとはもうゴール決めに行っても多分無理だから、あともうレベル上げに専念しよう。で俺もヤーンキネシスを貯めないといけないから、そうちょっとこのヤジロンとか買っておいてね。間に合い、間に合った、間に合った、足遅くできてるいいよ。中央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 、味方いる、味方いる、捕まえるよ。よし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 、いいよいいよ。ドードリを潰したのこれでかいでしょ。結構ドードリ強いからな、まあ、他のゾロアークとかでもありなんだけど、先に
できてればなんとかなる。大丈夫。いや、そのね、オーロラベルマジナイス。最高だよ。ただちょっと味方のところに一旦ちょっと下がりながら行きたい。ちょっと S は戦って。火力出して。ほら。え、殴ってそれ頼むマジ殴って。殴ってマジきついから殴って。飛ばせるって。いや、危ねえ。マジで危なかった。殴ってくんなきゃマジで困っちゃう。時間、いやぁ。パパパパって終わらしてからさ、レックウザ取り切らないと俺たち勝ち筋がないからさ、そう、ドードリュー帰ってきちゃうと暴れられちゃうよね。しかも俺たちの編成的にドードリューがめっちゃ刺さってる。チューコンもそんな硬くないし、あとエスバとアブソルと月光がもう柔らかいしね。いや、これ止めてる場合じゃねえな。真ん中に、ヤドラン、頑張ります。いきます。ヤドラン、まだいけそう。いけそう、ヤドラン。ネットー！グピ。